こう丸い円座で、私を中心で、天風先生をお迎えしたんですけれども、天風先生のお弁当が届かないもんですから、イラ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 して待っておりましたら、天風先生は私を見て、イライラしないと一言そうおっしゃいました。で、私はほっとしまして、本当に先生は人の気持ちよく見抜かれるなと思って、それからまあ、先生がおっしゃるんだから、弁当が来るまでまあ待とうと思っておりましたら、間もなく弁当が到着して、事なきを得たようなことを記憶しております。イライラしないという一言が耳の奥で響いております。